です。めっちゃ美味しそうだね。いいね。ステーキです。いつもご視聴ありがとうございます。ルート78のラキです。今回の動画は前回の続きになります。最後までご視聴くださると嬉しいです。うめ。めちゃくちゃいい。お疲れ様です。めっちゃ美味しそうだね。キンキンです。あ、ま、いやうまいね。しみる。めっちゃ降ってるね。これ。あ、そっちから。うわ、すごいよ、雪。いや。まあ、いいな、めっちゃこれ、雪絶対気持ちいいよね、これ。ふわふわだよね。うん、本当気持ちいい。気持ちいい雪。これサラサラのふわふわの本当のパウダースノーだよね。いやー、これでオールドしたら最高じゃない？ニセコより、ニセコ高くなってるからこっちの方が本当いいかもしれない。ちょっとやっぱ寒いね。ちょっと冷える。冷えるよね。うん、雪降ってたらさ、暖かいじゃない？うん。僕、うん、持ってきた？持ってきた。さっさりと。死でできるもんね。スコップいらない。あ、つけたら大丈夫だ。ふう。雪積もってます。荒野で買ってきたぐるぐるソーセージ、ラウスさんの粒でおつまみ作ります。粒は生でもこのままボイルされてるので、このまま食べる用と、ちょっと焼いて、量が多いので2種類、粒は2種類のおつまみにします。ごま油ちょっと焼きます。粒にはスパイスだし、あとネギ、ネギ粒。いきますか。改めて。はい。はい。お疲れ様でーす。お疲れ様です。短い。短い。粒うま。どう？あ、おいしい。めっちゃおいしい。
パンでこんなになりました。びっくりですね、これは。おはようございます。おはようございます。いやすごいわ。30センチぐらい積もってるでしょ。うん。めっちゃ積もってます。おはようございます。スパイスだし、マヨスパイス、うん、美味しいよ、うん、マヨスパイスだしかける、いただきますか。いただきます。いますうん、美味しい。魔法の粉だよ。魔法だよね。魔法だよね。魔法じゃん。60円だ。ちょっと安くなってた。結構ダメだね。速攻なくなっちゃう。すぐなくなるわ。ピーナッツバターみたいな。ああ。たまに。うん。最近ずっとなかったからね。うん。あ、美味しいね。スイーツ食べてるの。もうなくなった。いちごのもらいもの、甘い。そんで雪積もってんの、すごい。ついてる。あ、すごいよ。真っ白になってる。後ろがすごい。今のほろかないです。さっきまではちょっと晴れてたんですけど、だいぶホワイトアウトっぽい感じの、なんか雪がすごすぎて、もう3センチぐらいは雪積もってますね。1回除雪入ったんですけど、またホワイトアウトじゃない。これひどいよね。朝はね、すごく良かったのに。結構のスピードで走っててね。こんなに激しいの、またひどくなってね。看板が見えない、上の看板が来てる。郵便局、しかもすごいんだけど。見
中のグネグネで、しかもだんだん狭くなってくるし、うん、石狩入りました。長かったね。お先も長いそうなんだけどね。ほほみたいな。あ、あれじゃない？うん。天気悪いね。ハイロード。あ、つった。右方向です。続いて目的地は左側です。晴れてたのにもう真っ白になっちゃってます。風が強いよね。とりあえず新篠津まで行きます。カーブもわからない。突っ込まれるのが一番怖い。間違えたんじゃない道こっち選択ダメだったんじゃない。意外と山の中の方がいい。まだね。怖いなこれ。相当怖い。右突っ込んだら海中だって山だった。今から出てるのがすごい。しかも真っ白。うわすごい雪。海は見えるのに前は見えない。今日はステーキです。じゃあ美味しそう。お家から持ってきたお肉です。で、ステーキに
かけるのは安丸のスパイスだし、これかけて食べます。絶対合うよね。いや、書いてあるしね。いただきます。まずとりあえずお肉。そうね、だいぶミディアムに焼けました。合う。うん、柔らか。柔らかいんだ。うん、いい感じにできてる。お肉にすっごい合う。ほんと、ちょっと濃いめでもいいかも。柔らかい。焼き目はないけど、ちょっと蒸した感じで。もうちょっとかけてもいいぐらい。うん、ちょっと多めでもいいかもね。おいしい。合うわ、お肉に。ね。すごい。ビフォロ峠並みじゃん。安丸のスパイスだしで作っただし豆腐、塩豆腐のスパイスだし版です。だし豆腐作ります。まず豆腐、塩豆腐の安丸だしバージョン、安丸のスパイスだしを使います。崩れちゃった。まんべんなくかけて、これで水抜きします。2日間今回は寝かせました。こんな感じ。チーズみたい。いただきます。いただきます。そのままだけで食べてみて。何もかけないです。うん、ああ、もうだし。だしで締めてるから、うん、スパイスだしで締めてるから、どうか。うん。うん、美味しい。本当。うん。すっごい、そんなにまぶしてないんだけど、結構締めてる。あ、美味しい。これだけで十分な感じ、ね。おつまみとか良さそう。うん。美味しい。最後まで見ていただきありがとうございます。コメント、いいね、チャンネル登録、励みになります。次の動画でお会いしましょう。